皆様こんにちは。今回は Android 版 Google 日本語入力アプリの片手モード簡易切り替えをご紹介させていただきます。 Google 日本語入力は Google が提供している無料の日本語入力アプリです。日本語入力はもちろん、アルファベットや記号、絵文字などの入力にも対応しています。最近ではテーマカラーを切り替えることもできるようになっているので、ユーザーの好みに合わせたキーボードカラーに変更することも可能です。そんな Google 日本語入力アプリですが、実はキーボードを片側に寄せて片手での操作をしやすくする片手モードの切り替え機能も実装されています。この片手モードは設定から変更することはもちろんですが、実際の文字入力画面からも簡単に切り替えられるので覚えておくと便利です。Google 日本語入力アプリの片手モード簡易切り替えは、文字入力でキーボードに表示される Enter キーもしくは検索アイコンを長押しします。すると片手モードへの切り替えアイコンが表示されるので、そのまま片手モードアイコンまでドラッグして離します。これで片手モードに切り替わります。また片手モードではフルスクリーンアイコンをタッチすることで片手モードを終了できるほか、その下の矢印アイコンをタッチすることでキーボードを寄せる位置を変更することも可能です。片手モードは特に最近大型化しているスマートフォンでの文字入力の際に役立つ機能です。 Google 日本語入力アプリを利用している方はぜひ参考にしてみてください。以上、 Android 版 Google 日本語入力アプリの片手モード簡易切り替えのご紹介でした。